原爆被爆、被爆被害と内部被爆というか、あの原爆と、ね、原発って同じものなんですよね。それこの間ツイッターでしてたら随分違う違うという人がいっぱい出てきたので、やっぱ気にしてると思うんですよね、反対するというと、ね、まあ、それで。で本日の内容なんですけど、放射能の基本事項ですね、ベクレルとシーベルト半減期、あとシーベルトによる評価ね、内部被爆と外部被爆、ペトカウ効果、あと ABCC、 最近ね、ちょうど原爆落ちてるので ABCC という名前がよく出てきてますけど、それとあの最近兵器の731部隊の、つながりとね、あと胎児への影響をちょっとします。でこれ汚いんですけど、これね、産業医科大学のスライドっていうのは放射線学入門っていうのがあって、それなんですけどね、放射線をうんちに例えると、もうこれ下品で申し訳ないけど、もう作ってるね、放射性物質はうんちだよと、でプーンと匂うのが放射線だっていうね、だから匂ってる分にはね別に被害ないんですよね。でこのうんちがついたらとんでもないでしょ、自分にね。だからそういう違いがあると思うんですけどね、これをねごまかしてる、匂いとねうんちをね、そういうのがあります。で半減期っていうのがあるんですけど、セシウム137が例えば30年っていう半減期なんですよね。これ時々勘違いさせてる方いられるんです。半減期ってのは半分になる時間なんでね、だから30年経って半分なんですよ、約ね。だからものすごい高濃度に汚染されてると、だいたい半減期の10倍ぐらいなくなるのにかかるんですよね。だから東北の方とかですね、東京の高汚染地帯はだいたい300年ぐらい元に戻らないと思わないといけないんですね。30年経って半分なんですけど、で半減期はこうなんですけど、あのチェルノブイリとかを見ると、いろんなとこからこう、ね、ホットスポットっていうのができてますけど、ほとんど130年経ってもほとんど変わらないという話が出てるんですね。セシウムの量はね、いくらやってもやっても出てくるから、だからこの半減期っていうのは物理的にはそうなんですけど、いろいろ濃縮とかなんとかあると、もうほとんど半永久的に無理なんじゃないかなと私は思ってるんですね。でベクレルとキュウリっていうのがあって、でキュウリがね時々出てくるんですけど、このキュウリの方が分かりやすいこともあるんですよね。で基本的に同じものなんですけど、1ベクレルっていうのは1秒間に1つの原子核が崩壊してね出るのが1ベクレル。でキュウリっていうのは1グラムのラジウムなんですね。だからもともとキュウリ夫人が発見したんですけど、放射能はね、だからもともとキュウリっていう単位使ってたんですけど、チェルノブイリの後にねベクレルっていう単位に変えちゃったんですよね。だからチェルノブイリのやつを見ると全然わからないんですね、キュウリがどうのこうのって言って書いてあって、で換算するのがめんどくさいもんだから、なんとなくボーッとやるんですけど、このキュウリにするとね結構いろいろ見えてくるんです。例えば1キュウリっていうのは370億ベクレルのことね。で1ピコキュウリっていうのはよく出てきますから、それはね 0.037 ベクレル、この2つを覚えてると簡単に換算ができますのでね、だからぜひちょっと1ピコキュウリが 0.037 で、だいたいねこれが欧米の最低の測定単位なんですよ。だから 0.037 のね、だいたい倍数で出てくるはずなんですね、最小がね。でこれがね、ベクレルが最小単位になってくるとめったにないから、1ピコキュウリが 0.037 ベクレルっていうのを覚えておくと、あこれは10ピコキュウリで、だから37の倍数が多いですよ、ベクレルを見るとね、よく見るとね、だから37の倍数になってると、キュウリで測ってるんだなと思うとね見えてきますね。でチェルノブイリの避難基準っていうのがあって、148万ベクレルパー平方キロっていうふうに書いてあると分かんないんでね、なんでこんな、だって中途半端なことするはずないんですよ、ソビエトだってね。そうするのは強制避難エリアは、じゃあキュウリに直すとね40キュウリになるんですよ、ね、ぴったりの数字でしょ。で保証付き人間移住エリアっていうのは5から15キュウリになるんですよ。だから 何メガベクレルとか言うと、もうわけわからない数字になるけど、これはだからソビエト考えてやってるのね、1から5とかね、5から15とかね、15から40、40以上とかね。だからこのキュウリという単位もね、やっぱりちょっと親しんどくべきではないかなと私は思っています。で1ベクレルっていうのは、ね、放射能と1ベクレルの放射能を持つ物質っていうのはね、1ベクレルで1秒間に1個なんで、1分間で60回なんですね。で1時間で3600回、1日になると8万6400回もね放射能を出してるんです、1ベクレルでね。だから1ベクレルっていうと大した量にないような感じがしますけど、これはものすごい量なんですね。だから1ベクレルの中に内部被爆したらですね、そこから8万6400回もバン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 当たってる、1日ね。100ベクレルのこの100倍になる。で時々ね、もう今あんまり出てこないんですけど、東京でかなり水道水が汚染されたことがあったんですよね。その時にねセシウム200ベクレル
ていうのはラドン温泉は700ベクレルあるんだよ、ね、十分低いからたとえ飲んだとしても健康被害が起きるはずないっていうようなことを言うんですよね。確かにね、ラドン温泉飲んでも人飲んでもピンピンしてる人ばっかりなんだから。でこれがねものすごくその半減期を無視してねベクレルその時だけでやればいいんですけど、半減期を考えると、ね、何がおかしいかという、例えばラドン温泉ね当日700ベクレルセシウムは200ベクレルなんですけど、ラドンの半減期約4日なんですよ。だからどんどん下がってね、1ヶ月も経つとねその飲んだ水は5ベクレルに減っちゃうわけだけど、セシウム半減期30年だから1ヶ月経っても3ヶ月経っても200ベクレルなんです。だから同じ200ベクレルってスタート一緒に違ってもね、もう半減期が違うから話が全然違うんですよ。これは大事ですよね。じゃあ同じ1ベクレルね、ラドンとセシウムとプルトニウムが同じ1ベクレルあったというと、半減期ラドンっていうのはさっき言いましたけど 3.8 インチの、セシウム137は30年、プルトニウム239に至ってはね半減期24000なんです。だからこれなかなか分裂しないということなんですね。じゃあ同じ1ベクレルを取るとどういうことになるかというと、1ベクレル1円として比率を考えるとね、ラドンだから同じ1ベクレルと同じでもラドンはね100円持ってて1円落としてるのと一緒なんです毎日ね。セシウムはね10万円持って1円落としてる、減らないでしょね。100円なんか1円ずつ使ってすぐなくなりますよね。でも10万円持ってたら全然減らないですよ、1クーラー1円使っていってもね。じゃあプルトニウムはどうかって言ったらね、これ大体10億円の札束らしいんですけど、10億円分があるわけ。だからラドンが100円、同じ1ベクレルで言ってもね、ラドンが100円だとするとセシウムは10万円でプルトニウムは10億円分あるということなんですよ。だから物質が全然違うね。だからベクレルだけで評価したらねもう大きな誤りなんですよね。でグレイね、あんま面白くないんです、私もこの辺嫌いなんですけど、1グレイっていうのはね物質1キロあたりに1ジュールのエネルギーを受けた場合です。で大気圧で20度の水1グラムを 0.24 度上昇させるエネルギーだからね、結局放射能っていうのは温度で測ってるんですよ。シーベルトといってもね、熱量の単位に過ぎないのをシーベルトに直してそれで人間にやってるんですけど、そもそもできるはずないよね。1シーベルトとはっていうと基本的には1グレイは1シーベルトと考えている、ね、で一番大事なのはシーベルトパーアワーとシーベルトっていう、シーベルトはこう積算値なんでね、これは速度みたいなのでシーベルトっていうと爆心地は103シーベルトなんです、パーアワーじゃなくてね。だから爆心地にいる広島、これ原爆ね、広島原爆の爆心地にいると一発で103シーベルト浴びるんです。700メートルにいると 11.1 シーベルト浴びるんです、一瞬にね。で福島で例えば見つかった光線量がね10シーベルトパーアワーっていうのは1時間いると700メートルで被爆したのと同じですよっていうことなんです。だからシーベルトパーアワーは速度でね、シーベルトっていうのは距離と考えて、だから速度だけ離してもしょうがないんですよね、全体の距離を見ないとね。だからあの福島で発表されるのはこのシーベルトパーアワーですからね、この爆心地と直接は比較はできないんですよ、そこはちょっと考えて。こういろいろね、まあ何回か見たことあると思うんですけど、胸部 X 線1回はね 0.05 から 0.65 ミリシーベルトとかね、こういろいろあるんですけど、これは全部外部被曝の話なんでね、内部被曝の話じゃないのね。そしてフランス24っていうテレビ広告がね、ここ綺麗なね原発がこう青いところでやってるんですけど、この中ではね原爆が爆発してるのと同じですよっていうことで、100万キロワットの原発で1日3発の原爆を落とすと、大体そのぐらいの熱量らしいんですよね。私も計算したわけではない。だから原発っていうのは原爆と材料も同じだし、できるものもまあ厳密に言うと違いますけど、核分裂で起こすと同じものなんですね。だから今日は長崎原爆の日なんですけど、この時に原発反対っていうのは大いに意味があることなんですよね。でこれとこれを結びつけたく欲しくないからね、みんないろいろこう画策してるわけ。それはもう昔から CIA とかがちょっと調べてもらえば分かりますけど、こう工作をしてるわけね。で日本が特に核爆発を爆弾を落とされた国で被害を受けてるから、核に対するアレルギーをなくそうということで日本に一生懸命作ってる原爆をね。で広島長崎の原爆はね、ちょっとこれはあの YouTube から持ってきたんですけど、これね B29 が落としたんですけど、これはね B29 は誰が作ったかというとボーイング社が作ってるね。だからこれ旅客機の元なんです。でこれが原爆ね、広島型でリトルボーイって言われてますけど、確かに長崎と比べると細いんだよね。
でこの人と比べてみてください。そんなに大きくはないんだね、バカでかくはないんです。まあ、3メートルの70センチで、ここはエノラゲイって書いてあるんですけど、このエノラゲイっていうのはこのパイロットのお母さんの名前らしいんですよね。で8月6日の8時15分に落としてるんですけど、この時ね7時半ぐらいに防空1回アメリカの戦闘機が来て、防空壕にみんな逃げて出てきたところにボンと落としたんですよね。だから人が外にいないと被害が分からないからね、実験ですよこれね。もう日本負けてるんだから、この時もう焼け野原です、これね。でこの時のことを橋爪文さんっていう人がラジオにしてるんですけど、聞かれた方おられますか、いない、いやあんま聞いてないと思います。ちょっと後でご連絡しておきます。ぜひ聞いてほしいんですよね、やっぱ ね、もう何も残ってないんですよ、これはね実験ですよ日本で。長崎ね、次ね、長崎は8月9日なんです。3日でね、たった3日でこんな被害が分かるはずないんでね。今だってはここね、でプルトニウム型だからピンクじゃないかなと私は思うんですよ。広島はピカって赤い光っていうけど、長崎の人はねピンク色の光だったとみんな言いますよね、受ける人はね。だからこれプルトニウムの材料が違うんです、広島と長崎はね。広島はプルウラン235で、長崎はプルトニウム239を使ってるのね。だから2発落とした、2発落としたかったから落としたけどね。日本がだって3日で分かるはずないでしょ。例えば今度この前のね、東日本大震災の時にあの津波が起きてね、テレビがあって3日後に何人死んだか分かりました。何も分かってないんでね。でこの当時は通信もそんなにないわけだし、テレビもないわけだから、とんでもない被害が起きたっていうことしか東京に行かないはずなんですよ。でそこでなんでね降伏できるか、できるはずないんでね。ひどいこと、ひどい、なんか壊滅的な打撃を受けたぐらいしか分からないからね。だからこうやってねアメリカにこう2発落とされたの、我々はね。ね、無抵抗の人がもう何万人も死んでるわけ。でこれ飛田先生がね、この方ご存知の方おられます、ね、あ、大体知ってるか。これ見たことあります、あります、ね、そしたらねこれちょっと飛ばしましょう。今までの日本世界中の人、これはねじゃあ飛ばします。で乳歯被爆っていうのがあるんですけど、これ裸足の弦読んだ方はどのくらいいない、残念。あ、います昔ちょっとだけね。これはねぜひ買って読んでほしいんですよね。7500円ぐらいなんですけど、私そこに置いてますけど、あの日本の体制も書いてあるし、原爆症の症状がね実はかなりよく書き込まれてますのでね、ぜひ読んでほしいんですね。でこれはどういうことかって、これはねあの熊本から来た、広島からピカが落ちた後にひどいものが出たということで、こう来た兵隊さんがね、あの元気だったのにピカが落ちてから動き回ったら死んじゃったんだよね。ガタガタ震えてね、指針が出てきてガタガタ震えて赤痢用の下痢弁をして死んじゃったんですよ、弦の前、目の前でね。でもさっきまでこう担いでくれてた軍人さんだから、あのこの子も具合悪かったんだけど、この子を連れてきた、このおじさんを連れてきたんだよ、ね、そうするとバカたれ、ここは死体を運んでくるところじゃないと片付けろと、軍医さんは冗談がうまいのと、と死んでるんだね。でびっくりしてるんですよ。でほら下痢をしたり血を吐いて寒がったりしなかったか、だからちょっとねチラチラツイッターで流れてますけど、小学生でガタガタして寒いっていう子がいるんですよね。関係してんじゃないかなと私は思ってる、ね、もう山のように死んでるわけ、こうやってね。で山のように死んでるのに ABC 社はこれ死んでないって言ってる、日本政府も死んでないことになってる、一体どうしてじゃ分からんってね。この国、この広島に落とされた新型の原子爆弾っていうためなんじゃろう、もうね、これ兵隊さんでしょ。だから内部被爆で、ね、いっぱい死んでるんで、知ってるんですよみんな ね。飛田先生もいろんな本書かれてますけど、その中の一つね、わしゃピカに王とらんのじゃ、あの日の昼から中隊長の命令で広島に入り、怪我人を助けて運んだり死骸を運んだりしたと。二晩朝の亭で寝て、3日目に救援作業に出るように思ったら気分が悪くなってここへ運ばれてきた。なしてわしの髪の毛抜けるんじゃピカニアオートラのに、さっきのねおじさんもね髪の毛も抜けてるんですよね。でこういう文章を書くときに、ご自分で日記書くときもそうなんですけど、こう朝の手って書いてあるでしょ、
この一言でね、ものすごく信憑性が出るんですよね。だからご自分が日記書くときもできるだけ個人名のね、よく知ってるスーパーの名前でもいいから、こういうの入れておくことでね、日記がものすごく締まりますので、ね、ぜひこういうことが気をつけてください、ね、で体のどこにもだ ここが入っていることで、飛田先生がこれは知ってるなと思うでしょ。これ見ただけでものすごいあの迫力ありますよね、文章にね。それはこの朝の手とかね、双番とかそんなところにもあると思うんです。で体のどこにも火傷や怪我がなく、衣服にも破れや焼け焦げなどもないと。本人の訴える通りに、原爆の爆心発時に市内にいなかったものに、どうして死んでいく被害者と同じ症状が現れる。飛田先生の原点ですもんね、これはね。これでずっと言われて、被爆当時28歳で、今95歳でまだお元気ですけど、これをずっと考えて生きてこられたんですね、この方ね。で広島日記、これ八谷道彦っていう、これご存知の方おられないでしょ多分ね。これ私のところに書いてある広島日記っていうのは、あの帝心病院の先生なんです、院長先生なんです。帝心病院っていうのは爆心地から 1.6 キロぐらいだったと思うんですけど、ものすごく爆心地に近いところで、被爆した先生なんですね。でものすごい日記をね、詳細に書かれてますのでね、これも、まあ、医師が読んでも面白いんですけど、あの 医学の的な知識がなくても面白いと思いますのでね、ぜひ読んでほしい。夕食が相変わらず世間話、広島のガスを吸うて死んだという人の話をまた聞かされた、ね、原爆を受けなかったもので、毎日広島に出入りしていると、被爆者と同じような症状で倒れ、祇園町には現にそれで死んだものがあるという薄気味悪い話を聞いた。で原爆投下は予告されていた。これも結構面白い話なんです。古川愛哲さんとか書かれたからね。庭谷清二等兵は終戦直後の長崎に上陸したとね。上官は水は絶対飲んではいかんと言われた。でも水道の水なら浄化されているから大丈夫だろう。そう考え、庭谷二等兵は瓦礫の中にポツンと立つ水道管の蛇口をひねり、流れる水に浴びながら飲んだ。その数日後であるね、下痢に襲われ高熱にうなり頭髪が抜け出した、急性被爆症状。だからいっぱい出てるんですよこれね。でしかも筆者が違うでしょ。違うところで同じことが出るって言ったら本当のことなんですこれね。ないないって言ってるのは権力者だけだ。で広島長崎でね、100ミリシーベルトどうのこうのって被爆量の計算をしてるんですけど、これがまたねものすごく、これ DS86 のあれなんですけど、放射線ね、これ中性子とガンマ線がバーンと飛んで、家の中と家の外で違うでしょうと、ね、確かに違うんですよ。そしてこういうね、なんか私から言うとわざとらしいんだけど、どこに住んでてどういうところにいてね、どうこうしたかっていうのをこう計算してるっていうんですよ。で個人被爆状況チェーンサーっていうのは、だからどこに住んでてね、平屋か長屋かと、福島でもありましたね、長屋に、あの木造に住んでたかコンクリートのところに住んでたか、これはナンセンスなんだね、私に言わせるとね。でも科学的な方、科学的らしいでしょさもね、こういう風にね、ここのほら、この一人一人こんなことやってんだからね、どこにいたからね。そしてああいう被爆計算をね、こういうところ、ほら爆心地ここね、いっぱいやってるわけよ、計算をね、さも科学的に。そうすると原爆のガンマ推定値って言って、だいたいどの辺のところがどれだけの被爆したかっていうことを書いてある。ね、それでやって100ミリシーベルト安全って言ってる。だけどね、さっきも言った内部被爆のことは全然やってない。ね、1万3000人のデータが存在して、爆心地の黒い雨、最近ようやく黒い雨の話が出てきたけど、国はね DS86 ってのはさっきのですよ。だからね、こういうね、これだけで全部やってるからね、全部否定してるわけ。あ、日本、あの国はね、内部被爆を全部無視してる。広島がそう、長崎がこう、そう、今度の福島でも同じことやってる。ね、100ミリシーベルトの安全の根拠、安全って言ってるんですけど、そもそもね、原爆落とされた時は戦争中で、あの当時栄養失調もあってね、バタバタ人が死んでるんですよ、ものすごいね。私の件をちょっと見てもらうと、骸骨がもう山のようにあります。それはね全然入ってないんですよ。 4,5 年経って生き残った人だけでね、100ミリシーベルト安全って言っただけなの。だからものすごい数が死んでるから、東京でもちょっとちらほら若死にが増えてるでしょ。だからね、あんなの全部関係ないっていうね、広島長崎の地検だけなんです、100ミリシーベルト安全の根拠ね。で調べたのは放映権 ABCC で、しかもガンマミしか調べてないのね。何も調べてないに等しいんですよこれね。内部被爆をどのように隠したか、これね、
矢ヶ崎勝間先生かな、この先生結構有名な、水俣の教訓福島へという本を出されて、私ちょっといただいたのでそれに書いてあるんですけど、どうやったかってね、枕崎台風が9月に来たのちょうどね、で濁流が被爆地一帯をね洗い流して、台風の後に残ってるのはわずかだからこれだけしかありませんでした、だから内部被爆 なかったですよって言ってるわけですよね。ね、核兵器、なんでかって結局核兵器なんです。核兵器は通常兵器と同じで破壊力は大きいが放射能で人を苦しめたりすることはありません。ね、それなんですよ。だって使えなくなるからね、原爆がね。だから、ほこりを吸い込んで内部被爆をした人はいないという構造。だからさっきの現に出てきたね、兵隊さんも死んでないことになってるし、黒い雨読まれた方おられます。イブスマス。あれもものすごく書いてあったでしょ。あ、内部被爆の症状そのものですよね。ピカに合ってなくてね。あれもね、ものすごく、で、小説家なので結構読みやすくてくどいんだけど、いろいろ勉強になったと思いますので、小説の黒い雨もぜひね、イブセマスジが書いてますので、読んでください。あれも日記の書き方を見ると、あれが参考になると思うんですね。じゃあ ABCC っていうのはどんなものかっていうね。ABCC は、原爆を受けて死んだ人を解剖してね、こうやって解剖してね。いっぱい死体がいるんだよ、肘山っていうところに ABCC あるみたいですよね、多くの死体がいるんだよ、ね、金をもらやって情報者から ABCC へ知らせが入るとすぐわしは片付ける駆けつけるんだと。このおじさんは何やってるかというと ABCC から金をもらって死体を集める係やってる日本人だよね。でもやってることにものすごい両親の呵責はあるわけですよね。だから夜な夜なあのうなされたりこう油汗出してるでしょ。だこういうのやっぱ子供の頃読んでるとね抜けてると思うのでね、ぜひね読んでほしいんですね。でこれね、これ ABCC でこのお母さんが被爆して、現のお母さんが調子悪いから ABCC に行ったらもう丸裸にされてね、うちのね祖母も実は行ったことあるらしいんですけど、 ABCC 腹が立って行かんくなったって言ってましたよね。うちの母親はなんで調べてくれるのに行かないのって言って怒ったとかっていう話をこの間聞いたんですけど、そこから直接聞いて、こういうね布にね穴開けただけのやつであちこち通されて全部警察されてるね。もう人にで橋爪文さんも言われてるんですけど、人間扱いされなかったって言われてるんですね。私も同じ人間ですよって言いたかったって言って、で標本番号とかいうのはもうだから二度と連れて行かんってこう言が怒ってるわけね。でジープで連れに来たって言いますよね。うちの祖母とか車も何も乗れないのに、なんで行ったんだろうと思ってよくわからなかったけど、どうもね軍命令でこうジープが来て連れて行かれたんだと思うんですね。私の祖母は直接は被爆はしてないんですけどね、1年後に移り住んだから比較対象ということで呼ばれたんじゃないかと私は思うんですよね。 ABCC ね、アトミックボンブカジュアルティコミッション、ね、原爆の人体への影響を長期的に調べるために広島長崎にしたと、ね、で市民からねやっぱり研究調査するだけで治療行為しないと、もさっきも現にも出てたからね。で結局放映研究放射線影響研究所になったわけです。だここはこの、施設はね ABCC の名前が変わっただけで考え方も何個も全部同じで引き継いでますよね。で ABCC の結論ね、結局大体ね、アメリカは1945年の9月ね、だから原爆投下以降1年後に生き残ったものは全部健康って発表してるんですよ。1年、1ヶ月後にね、もうとんでもないんですよ。ね、25レム以下は障害なし、1レム、100レム以下は行動不良なし、400レムね、もうものすごい、ね、600レムでようやく6シーベルトで死亡という基準を公表したと。もうね、全然、全部あんな死んだ人は全部亡くなって、無視してるわけだからね。でこの間 ABCC のことで TBS が結構いい番組を出してたんですけど、 ABCC がやっぱりそんな知見はないって言ってましたもんね、内部被爆はね。で ABCC のもたらしたもの、軍事目的以外の何者でもなかったとね、ビキニのやつはね。で最後の方には原子力産業における危険性、核による放射性被害を過小に見せかけるなど、戦後原子力問題の論議や実際的な取り扱いに対して少なからぬ役割です。だってこれは軍の組織だからね、安全という結論を出すための組織なんですよ。で ICRP のリスクね、 ICRP もこれはつながってますからね。自分たちで過小評価しておいた放射線のリスク評価を用いて
科学的には因果関係が発明証明されていないから、その被害は原発の放射能が原因ではない。これね、1991年に、ね、この放射線被曝の歴史ということで、こうこの方が書いて、もうこの方亡くなられたみたいなんです。こう言ってるんです。だから飯舘村でもそうですもんね、東京でもそうですもんね。そんなに大したことないんだから、科学的には証明されてないから安全って言ってる。で731部隊っていうのがあるんですけど、731部隊っていうのはね、731部隊みんなご存知です。知ってる人大体知ってる。知らない、知らない人もいるね。731部隊っていうのは悪魔の飽食っていうのが書かれたやつで、これはね人体実験をしてたんですよ、人間をね。で特に中国人とかね、抗日組織ね、朝鮮人とかを連れてきて実験材料として生きたまま解剖したとかね、なんかいろんなことが言われてます。どこまで本当かどこまで嘘かは分からない。で犠牲になった人は3000名を超えた。ただねこの731部隊っていうのは人体実験をするっていうのは、こう学者としてはものすごくね好奇心を誘われるわけですよ。だからねものすごく頭のいい連中が言ってるね。で ABCC とつながりがあるんですよ、これはね。さっきのね ABCC の活動を援助してきたが、で国立予防衛生研究所と ABCC の関係で、ここはね放射線永久研究所なんでしょう。ここはね、国立感染症予防なんちゃらっていうところの、あの疾病の流行をね出すところもここと関係してるんですよね。あ、全部ねもう国の組織関係してるんですね。ね。で、がん、ね国立予防衛生予防衛生予防研、なんかちょっとおかしいね。ね、最近実態実験を、人材供給源だと、ね、東京大学伝染病研究所、ね、731に関係した医学部を幹部に作られた。で731部隊何に関わってるかというとね、緑十字ね、国立感染症研究所、これね今出てるね。で福島後に赤痢が発見したっていうのはここの国立感染症研究所だね。でこれ赤痢ね、裸足の原理も赤痢が出てくるんですよ。広島日記にも赤痢が出てくるんですよ。今回福島での後も赤痢が出たんですよ。で国立感染症研究所赤痢菌を発見したって言ってるんだけど、私はこれ信用してないんでね、赤痢の症状があったんだろうと思ってるんですよ。で結局なんかスカイラークのねキムチが悪いみたいな話になってるんですけど、全然誰も騒がなかったし、赤痢のくせにね。で裸足の原とかも出てるから、私ね原爆赤痢だろうと勝手に思ってるんですけどね、証拠はないけどね。で国立がんセンターのねこのタミヤ武雄初代総長っていうの、これもね731部隊なんですよ。この人は国立がんセンターね、がんを治すところと思ってるのかもしれませんけど、ここががんを研究するところでね、福島後に子供にガラスバッジを配布せよと言ったのはね、このがんセンター、それも去年の4月から言ってるんだよね。ねガラスバッジを渡したってね、調べるしかないんだから、本当なら逃がせって言わないといけないでしょ。これはもう実験材料にするっていうことですよ、ガラスバッジを渡すというかね。東京はまだ配ってないですよね。福島配ってるでしょ、福島市は配ってたですよね。持ってます、なんかそういう話してる、してない。日光とかそっちの方、日光は栃木だから配ってないんじゃないですか。那須塩原とかそこら辺が高いの、高いですよね。配ってるんですか、聞いたことあります。あ、そうですかね。これ福島の子供と無邪気そうに持ってますけど、これ全員幼稚園児から持ってるのね。3ヶ月ごとに集めてで安全ですって言ってる。これはでも外部被曝だよね。でこうね、放射の本当の話ということで、電柱圏の服部貞夫っていうのがおるんですよね。これね面倒くさいんですけど、この名前を覚えていかないといけないね、所属組織と名前ね。同じのがどんどん出てきてね、だんだんこう知識深まりますのでね。ただなんかここの中身だけ見ててもね全然ダメなんでね、ぜひ電柱圏ね、これも大事ですよ。服部貞夫、これもよく出てきますから、こういう名前をね、自分で何かでまとめるといいと思うんですよ。ノートとかなんとかね、ちょっと一行でいいからね。そうすると一回手で書いとくか、まあ、ブログでもいいんですけど書いとくと、なんかこの人記憶あると思って、あここでこんなこと言ってたっていうのでね、どんどんつながってきてね、こう騙されなくなりますんでね。でこれはね何て言ったかって言ったらね、放射能は有害だって遺伝するっていうのを出したら、いやそんなことはないよっていうこと言ってる。で恐ろしいことにね、スライドあったかな、ネズミとかで起きてもね人間じゃ起きてないから起きないんだっていうようなことを平気で言うわけですよね。
怖いじゃんって。でなんで放射能が怖いかっていうとね、これはね体制3周ですよ。これ人間ね、人間の形してないんですよね。でこの時にね、なんとね、もうね成熟生殖細胞はねもう卵黄壁にこう、だから第3週の時にこの子供のあの卵、精子の卵ね、元がねもうできてるんですよ。だから自分は、わかりますよこれ、この中、この外に お母さんがいるんですよ。でこれが子供ね、その子供の生殖細胞がもう祖母のお腹の中にいる時からできてる、分化してね。だって人間の一番の目的は何かって言ったら子孫を残すことでしょ。なんだかんだ言ってもね、子孫がいなくなったら別に、だからそれは最も重要な期間なので、もうね戦後胎生3週です。胎生3週っていうと大体妊娠でいうと5週ぐらいに相当するんですけど、そこでねもう卵ができちゃってるんですよ。だから自分はおばあちゃんのお腹の中にいるね、自分の母親がおばあちゃんのお腹の中にいる時に元があったんだなと思ったら間違いないんですよね。でもそんな前からできてるんですよ。だから自分の妊娠してる時に被爆をすると、それは孫に関係してくるわけです、ね、ここで分かれてるわけだからね。だからそれぐらいこう神秘的なんですよ。でどういうことかって、 ABCC が胎児を集めててという岡村久さんの書、これねネットではあるんですけど、私本が探し出せないんですけど、でも多分本当だと思います。なんでかね、昭和20年当時長尾町で産院を開業してます。こういう個別の名前が大事なんですよね、自分のことを言うときはね。41歳です、この年齢ね。その頃はまた家庭文面が多ございましたが、だんだん少なくなって、昭和30年頃には皆産院に吸収されました。何も記録は持っていませんが、奇形がたくさん出ました。当時は ABCC へ皆報告しなくてはいけないシステムになっていました。奇形が出ましても報告をする人が嫌い人もいたかってしなかったこともありますね。こう書いてで、広島の奇形ね、昭和27年、これ7年後ですよね、昭和20年だからね。40歳の母親から、そうそうそう、これ無能児ね。でこの死の肺の正体っていうのは、これネットでねフリーで見れるようになってますので、1時間10分ぐらい、1957年にあの作られた映画なんですけど、無料で私のブログの中でも何度か紹介してるんで、これもねぜひ読んで見てほしいんですよね。それ以外にセシウムがねどれだけ大気にね、1957年なので大気核実験の話とかいろいろこう書いてあるんですけどね。で胎児奇形ね、これ弦ですよ、また弦ね。でおじさんが血を吐いて死ぬっちゅう、血を吐いて死ぬ人がいっぱい出てくるのね。それが1年後じゃないんです、2年後3年後4年後5年後8年後10年、あの弦の恋人っていうかね、あのもう8年後に高校生で血を吐いて死んでますもんね。全然被爆 してないのにね、防空壕の中にいたのに ね小さい頭の赤ん坊が生まれて出血が止まらず死んだね。恐ろしいの、ピカの奏者のもう3年が経つのにいっぱいバラバラ死んでる、3年経ってもね。でさっきの死の肺の正体を見ると、その中で言ってるんですけど、林教授っていう人が出てきてね、昭和24年から25年は 22.3% の危険、4分の1ですよ、危険がね。被爆していない場合 8.7%、 これもかなりでかいんですよ。だから被爆してないって言いながら被爆してるんでね、やっぱりね。で奈良医大の神戸教授、 ABCC 勤務中には小児解剖1000体のうち無能児15体、大血管規定20体、胆管症1症例、無眼症1例、小頭腎症の子供もいたということを言ってるんですけど、これ言ってない、いないことになってるね。で原爆小頭腎のドキュメンタリーっていうのが中国地方向けだけで出てるんですけど、これご存知だった方おられます、原爆小頭腎。これねもう常識らしいんですけど、でここを見るとね、22人がまだ生きてるって書いてるでしょ。で原爆小頭腎ってもう名前もあるんですよ、ちゃんとね。でもこれ全国放送で放送しないんですよ、 NHK はね。中国放送だけであのお茶を濁すっていうかね、いうことをやってるんです。だって知らないもんね、私は時々講演会の時に聞くんですけど、知ってるっていう人はねほんの一握りで数パーセントですよね。でこの昨日この前ね、原爆の手紙の三輪さんと立花隆がやってる E テレでね、原爆の被爆者の方の手紙をこう読むやつがあって、もう、まあ、立花隆は私嫌いなんだけど、まあ、それなりに書いてあったのがあったんですけど、それもねよく見ると九州と広島、中国地方と沖縄だけなんです、放送がね。
関東で放送してないんですよ。それはナビ爆のこととかね、いくら立花隆はあれ御用学者なんでね、一生懸命これは関係ない ABCC で見ろとは言ってるけど、生の声って迫力ありますよね。手紙読んでもね、涙が出てきますよ、人間ならね。だそういうのをねちゃんと言ってて、よくはないけれども実態の出た番組だったと思うんです。でもそれも放送しない、これも放送してないね。原爆衝突知らないもんね、誰もね。この原爆衝突時のねちっちゃい子がね、あの死の灰の正体の中にも出てきますので、ね、被爆赤ちゃん研究理由で7万7千にしてね、さっきあんなに多いって言ってたでしょ。で現段階で放射能に理念的影響を見られないって、これが現段階って言いつつもこれ最終結論ですもんね。これね、さっきあんなに多かったのにね。でペトカウ効果、ちょっとこれで、これペトカウっていう人が発見したんですけど、まあ線量高いんですよね。外部被曝では35シーベルトを当てないと細胞は死なないと。だけど、まあ、時々よく生化学の実験でよくカビのとかと、カビとかではよくあるんですよね。それをこう放射性物質をポトンと落としてしまうと、なんとね 0.007 シーベルト、まあこれは7ミリシーベルトに当たりますかね。7ミリシーベルトで被害が出てきたと。だから外部ではなかなか、ね、こう死なないのに、内部被曝ではほんの少量で細胞が破壊されてしまうということをこの人が発見したんです、ね、全然違いますよこれね。桁が違うんで、桁が3つも4つも違うんですけど、これもね無視されてるんですよね。でこれを言うとお前はバカっていうような、医者の中でも認めてる人は少ないんですけどね、日田先生ぐらい。で外部被曝と内部被曝ね、でこれがねもう いまだにというか今ますますですけど、外部被曝と内部被曝は同じですよっていうことをねしょっちゅう言うんですよね。で人工自然ともに区別する必要なしってよく言うんですけど、外部被曝の場合は人工放射線であっても自然放射線であっても区別する必要はないですね。空き缶の中に、缶の中に入ってるんであれば区別する必要はないんだけど、中に入った途端に全然挙動が異なりますから、これは区別しないといけないんですよね。で外部被曝と内部被曝、じゃあでなんでごまかされるかっていうとね、やっぱり知識の弱いところついてくるんです。ちょっとここで問題をしてみましょう。ちょっと外部と内部をこう いろいろ書いてますのでね、ちょっと挙手して、外部被曝と内部被曝ね、外部被曝と内部被曝のどっちを表してるかっていうのをねちょっと挙手して、頭部 CT を取ったので 2.5 ミリシーベルト被曝したと、これは外部でしょうか内部でしょうか。外部だと思う人手を挙げて、はい、いいですね。宇宙に滞在したね、167日間滞在した古川さんの放射線量は累積で100ミリシーベルト程度だった。これは外部でしょうか内部でしょうか。外部だと思う人、はい。じゃあ次ね、小学校の給食で使われる1食分の全食材を対象にした放射性物質検査で干し椎茸から約350ベクレル出たと。これは外部ですか内部ですか。外部だと思う人、まあ、内部ですね、はい。じゃあ次、空間放射線量ね、バス停で 1.79 マイクロシーベルト柏崎市が問題ないと判断した。これは外部でしょうか内部でしょうか。外部だと思う人、はい、内部被曝だと思う、はい、お一人ね。じゃあ次いきますね。ね、ストーブ CT というのはこういう缶の中からねリーンって出るんで、当然、ね、放射能入りませんから外部被曝ですね。これはいいです。この次もね、まあ、宇宙で船外活動してもこう中に空気入ってこないからね、放射線ビンビン飛ぶでしょうけど、これも外部被曝で、食べ物ね、食べる赤いつぶつぶね、これ赤いつぶつぶね、みんなご存知でしょう、ね、テストですね。これ食べるからね当然ない。で問題はね最後のやつなんです。空間線量だったですね名前。単純に外部被曝って、もしこれだったらね、放射性物質がこうあったらね、もちろん外部被曝ですよね。私も外部被曝だと思う。柏のさっきのバス停はこういうふうに隔離されてますから、外にあるわけでしょ放射性物質がね。ということはこういうことなんだ。だからここで OK ね、 1.79 マイクロシーベルト OK って言ってるけど、本当は中はこんなふうに汚れてるわけなので、これは入ってくるでしょ。だから空間線量で表してもあれはね内部被曝の単位なんです実はね。ミリシーベルトって書いてある。本当はここのね、東京の方は高いとこう、ここの土出したでしょ、出してって言われてたですよね。それはここで測って、まあ、ここでもここでも測ると高いから内部被曝は怖くて出してるわけでしょ。だからさっきの 0.、まあ、ここで 0.2 マイクロシーベルトでも高かったでしょ。だから0.2 マイクロシーベルトっていうのはこれは内部被曝の単位なんです、ね、空間線量で。ここはもしこれがね
こんな風になってたらいいですよ。 0.2 マイクロシーベルト、ここで測ってね、 0.2 マイクロシーベルト、あ、これは外部被曝だなって、それは正しいんです。だけどこういう状況になってここで 0.2 マイクロシーベルトっていうのは、これベータ線も測らないといけない、当然ね、ベータ線も入ってくるわけですよね。でそこをごまかしてきてるわけで、ここに来られてる方、結構勉強されてる方だと思うんですけど、それでもああいう発表され方すると外部被曝と思っちゃうんだよね。汚染されてると、こう思わないといけないんですよ。そこがものすごく大事なんですね。で空間線量を表面汚染に変更するね、一応これはね、文科省がね、土壌モニタリング調査っていうところからどれだけ汚染されてるか、だいたい相関があるんですよ。だから例えば 2.8 マイクロシーベルトだったら、だいたい、あ、ごめんなさい、2マイクロシーベルトだったら55万5000ベクレル、だいたいこの辺強制避難区域ですからね。だからここで見ないといけない、こっちでね、こっちの単位を見てたらいけないんです。こっちの単位はこっちに直して、ベクレルパー、ね、メガベクレルパー平米とかに直して、こっちで判断してください、ね、ここじゃなくて。こっちで判断する場合は、その掛け算してね、外部被曝の量で100ミリシーベルトにならないからいいとかっていうんじゃないんです、こっちですからね。東京電力はどうしてるかっていうと、東京電力はもちろんでね、まあ、私放射線管理の手帳今どこに行ったか見当たらないんですけど、やって一番大事なのは、ね、汚染と、ね、線量は別なんです。それをこと非常に、ね、詳しく言われるんですよ。だから線量がいくら高くてもね、そこが汚れてなかったらマスクはかけなくていいんですよ、ね、配管の中に線量が高くても、そう、私は平気で言ってたんです。平気じゃないけど、怖いけれども言ってたんです。だけどもし線量が仮に低くてもね、表面汚染が、ね、4未満であれば何もつけないんですけど、40未満であれば当然 C 服っていうのを着て、この40以上であればね、 D 服域になって全面マスクをつけて入ってたんですよ。それは線量は関係ないんですよ、ね、だから表面汚染で見ると 1.3 マイクロだから、ここ見てくる、これ40以上であるっていうのはね、ここで言うとね 1.3 ぐらいなんですよ。40だから ここ以上ね、だから 1.、 ごめんなさい、ちょっと分かりにくい、まあ1.3 以上であればね、全面マスクの領域になるんですよ、東京電力であればね。だから原発であれば 1.3 マイクロシーベルトでいると全面マスク域になるんですけど、 1.3 マイクロっていうのはね、浜通りでいうとだいたい郡山ぐらい入ってますもんね。だから東京電力の管内であれば、あそこに普通に平気でしてね、飯食ったりなんたりして外で遊んで、泥んこまみれになって遊んでますけど、そうはね、いけないの本当は。全面マスクして遊んでくれないとね、全面マスクして手袋してね、で家に入るときは当然捨ててやらないといけないんです。そういうところね。で本当だから、この格好しないといけないのね、 1.65 マイクロシーブね。このなんとか課長っていうのはね、私有施設を一斉に測定していて、バス停以外のデータが揃うのうち公表まで時間かかって、50センチずれると線量は低いと。話にならないよ、私に言いましたらね、汚染されてるんだから、そこは立ち入り禁止にして飛散しないようにしないといけないんです。線量の問題じゃないんですこれね。だから 1.3 以上のところが見つかったら、ここはもうできるだけ早急にマスクをして離れるような風にしないといけない。 0.3 でだいたい飼育域なんで、マスクまではいらないけれども、全面マスクまではいらないけど、そんなにそこの土を触るっていうのはとんでもない話なんですね。ね、一番怖い内部被曝を無視してるんです。だから8000ベクレルのね、あれを してもね、結局これが溶け出ることを考えていなくて、外にいることだけを考えると10マイクロシーベルト以下になるからいいって言ってるわけですよ。おかしいね、ちゃんちゃなね、私見ますよ、ね、核兵器廃絶とつながるわけ、内部被爆のやつは、ね、唯一の被爆国でありながら内部被爆を認めてこなかった。なんでかって言ったら、これアメリカの手下っていうか、アメリカの属国だもんね、言ってることね、オスプレイにしても何にしてもね。で内部被爆を認めないから福島で健康避難が起きるはずないんですよ、外部被爆だけならね、極低線量で起きたやつは放射能によるストレスで死んだということになるんです。全て放射能が理由ではない、ね、全部違う。白血病に起きたのも、下手したらこれ白血病になるってみんなに脅されたから白血病になったって言いかねないですよ、この今の状況は ね。内部被曝はシーベルトと同一できる、放射線は同じだから放射性物質による差異を考慮する必要はない、これよく一番出ますもんね。
カリウムと一緒と、セシウムがあってもカリウムと一緒と、ね、放射性カリウム8000ベクレルあるんだからセシウム300ベクレルなのかどっちことはないと、ね、100ミリシーベルト以下の健康被害は科学的には証明されていないと、動物実験で証明されていても人間では証明されていないということは平気で言うんですよ、ね、動物実験で出たら普通やめるでしょ、何でもね。化粧品だってそうですよね。化粧品ネズミかなんかのところに資生堂がやって、あの荒れるか荒れないかを見てこうやるって言ったら、敏感な人ならもうやってること自体許されないから資生堂買わないっていうような立場の人がいるのにね、この放射能に関してはね、動物実験で証明されていなかったらね、証明されても人間では出てないからね、大丈夫って平気で言うんですよね。でこれね、放映権この間出てる、リスクデータに内部被曝の放射線は勘案していないと認めてる理事長がね、これ画期的な番組だと思う、報道特集 ね、ネットで見れるので、私もブログで紹介してて、まだ消されてないと思うのでね、15分足らずなのでぜひ読んでほしいんです、見てほしいんですね。放映権ってやると多分検索で引っかかると、右上にあの検索欄がありますよね。私もで捕食業のセシウムね、今福島沖でいっぱいやってるでしょ、なんちゅうの線量ね、で漁業のやつをね、でそれは安全安全って言ったらここチェルノブイリなんですけどね、これ1986年ね、どうぞ、はい、1986年で見てください、ここね1000ベクレルでしょ、減らないんですよ捕食業は、特にこれ1万ベクレルなのかね、非捕食業全然減ってないでしょ、もうここから10年ぐらいまで減るけど、もう減らないんですよ。だからね、海産物はもう危ないと思う、私ね。これ NHK スペシャルシリーズ原発危機で知られらず放射能染色ね。NHK もね、時々ね、まともなことをやりますのでね。で、まともなことをやると、推進派から必ずね、抗議文が出てるんですよね。この部分はですね、ちょっと、著作権違反が、出ましたので、ちょっとアフレコでやります、チェルノブイリの子供たちの奇形ですね。これ水筒症ですね。これは背骨の裏に出てます。これは三つ口と言われるやつですね。これちょっと分かります。これは目ん玉のところがね、これ鼻がうまくできてないですね。これはリンパ節が腫れてるんでしょう。これも水筒症でしょうね。頭が大きい。これも子供になってないです。これもおかしいですね。筋の緊張が見られる。これはリンパ節の流れの異常でしょうね。これもそうです。これ三つ口と、あと変なところに耳がありますね。これも三つ口ですね。これ水筒症ですね。これも水筒症。あ、よくわからないです。この水筒症でしょ。これ手足がないですね。手がないです。これ手指の指がない。これ足が妙に長いです。これ三つ口でしょうね。鼻がないですね。わからないです。これ手が短いですね。これ手がないですね。口でしょ。これも水筒症、水筒症多いですね。顔がもうひしゃげてますね。これは背骨のところがうまく塞がってないところになります。いっぱいできます、出てますよね。これはでも認められてないんです、チェルノブイリ放射能でっていうことがね、勝手になったと、そういう感じです。国もベラルーシもですね。チェルノブイリの首飾りでしょうね、多分ね。手がないですね。手足がないです。これ背骨が急に変に曲がってる。さっき俺も出てきましたね、この子。
まあ、この6本足の牛ですね、まあ、放射能怖いということです。あれはあのチェルノブイリの事故後に朝でもあったらしいですよね、やっぱ降ってきてて、ね、で遺伝するんですよ。さっき言ったように胎児の赤ちゃんの3週から5週の時に卵ができてるんだからね。だけど遺伝するというと長崎と広島の人に対して差別だっていうようなことになって、遺伝しないって言ってるわけみんなね。だけどさ今見たチェルノブイリみたいなやつとか、あとファルージャっていうイラク戦争かな、イラク戦争でアメリカがね100トン以上の劣化ウラン弾を使ってるんだよね。でそのウランによる、被害でものすごい危険が生まれてるね、イラクでもね。だからね遺伝しないはずはないんです。あと、セミパラチンスクっていう核実験場もあるんですけど、そこもやっぱり水頭症とかね、ああいうの出てる。でさっき見せたように奇形が出てくるのは後の方になってからなんどうもね。最初のうちは多分そんなでもないんでしょ。 だんだん被爆が蓄積されるかなんかで7年後4年後5年後とかに出てる。で今流行ってるって言われてる、私聞いたのは都内で子宮内発育不全 IUGR っていうのがあるんですけど、それとあとダウン症ね、あと血管の奇形ですね、大血管の奇形だから動脈と静脈が入れ替わってたりするような病気があったりとか、あとは三つ口が増えてるって、ごめんなさい話なんですけど、それも出てこないんでね。でベラルーシのね、ベラルーシってチェルノブイリのところで被害を一番受けたところなんですけど、1986年、ここね、この時はそうでもないんで、ぐわーっと減ってね、もう人口が増えなくなっちゃったんですよね。見てください、5年後か6年後ですよ出てくるのはね。なんとなく出てくるのが3年後です。だからまだ日本はまだ1年2年経ってないわけだからね、安全って言ってますけど、これは揺り戻しか3年から5年後に私絶対来ると思ってるんですよ。でまとめますね、放射能っていうのは恐ろしいもの、ね、生命と共存することはできない、だから核はね。で奇形、精神地帯、がんでね、精神地帯って書いてますけど、私あのアスペルガーとかありますね、ああいう人もやっぱりちょっと関係してるんじゃないかなと私は。だって今までいなかったもんね、最近だもんね出てきてもね。そう言うとお前は放射能、何でも放射能だって妻にも怒られるんですけど、でもそう思ってもおかしくないと思うんですよ。がんとかね、白血病、突然死、ここに来られる方で30代から50代って知り合いが突然死したって方おられますよ。あ、おられますね、一人の。何ですかね。あ、おられます。熊本でも出てますよね。私も突然死。熊本は知らない。私2人ぐらい聞いたこと、1人は私の患者さんだったんですけどね。60ぐらいです。で、原発の放射能っていうのは核兵器の放射能問題と同じなんですね。で核の所有者ね、核の所有者はどこかって言ったら、あの国連の常任理事国です。米、英、ロシアね、あとフランスと中国ね。そこが今アメリカがなんで世界をここまで支配できるかって言ったら、核兵器持ってるからでしょ結局ね、最終的にはね。核兵器持ってて使わないにしても持ってるっていうのが大事なわけ、いざとなっては使ってやるぞっていうことね。だからそれを使うためにやってるんで、それをねなくすことになるわけよ、原発の放射能を見つけるとね。だからそういうことは決してしない。だからアメリカやイギリスやね、まあドイツはわからないんですけどのマスコミが、日本はこんなに苦しめられてかわいそうだって助けようって言ってこないですよ全然ね。あんなひどいってみんなひどいと思って、私もひどいと思うんですけど、だからねこれ我々がやるしかないと思うんですよ。特に福島の人が声を上げない限り、私のようなのが外から言っても全然パンチはないんですね。 でも福島は大丈夫って言ってるんですよ。だからそれは揺り戻しが絶対来るんです。だからチェルノブイリを見てね、あのチェルノブイリハートでもいいんですけど、そういうのを見ていただいて、ぜひねこう勉強してやってほしいなと思います。はい、どうもありがとうございました。